後期の細胞、微小管が緑で示されている。後期は、有意と分裂の中期の後の段階であり、複製された染色体が分離し、分離した染色体はそれぞれ細胞の反対側の極へ向かって移動する。染色体は後期の終盤に最大の凝縮度に達し、染色体分離と核の再形成を助ける。脊椎動物における M 期の後半段階後期は、 後期促進複合体が、セキュリンと呼ばれる阻害シャペロンに分解のための指基チン標識を付加することで開始される。セキュリンは、セパラーゼと呼ばれるプロテアーゼを阻害する、タンパク質である。セキュリンの分解によってセパラーゼは解放され、セパラーゼは、姉妹染色分体をつなぎ止めているコヒーシンを分解する。後期における染色分体の分離過程では、キネトコアビ召喚。 極間微小管、正常体微小管と呼ばれる優位と分裂期に特有の3種類の微小管が必要な力の賛成に関与している。コヒーシンの分解と微小管からの力によってセントロメアは分離し、姉妹染色分体はキネトコア微小管によって極に向かって引っ張られる。引っ張られる際には染色分体は V 字型または Y 字型の形状をとる。 染色体が細胞の両側へ引っ張られている間、極間微小管と正常体微小管は細胞を楕円型に引き伸ばす力を産生する。後期が完了すると、細胞は周期へ移行する。後期は二つの異なる運動によって特徴を付けられる。後期 A の過程では、染色体が分裂中の細胞のいずれかの極へ向かって動かされる。この動きは主に、キネトコアと、 キネトコア微小管の作用によって生み出される。2番目の後期 B の過程では曲が、この動きは主にごく微小管と正常体微小管の作用によって生み出される。後期 A では様々な力の組み合わせが染色分体に作用することが観察されているが、主な力は中心部から発せられる。微小管は染色体の中心部のセントロメアに、 タンパク質複合体を介して接着する。接着した微小管は脱重合によって短くなり、モータータンパク質と共同して細胞の各極に位置する中心体へ向かって染色体を引っ張る動きを生み出す。後期の2番目の部分は異なる気候によって駆動される。力はいくつかの作用によって産生される。極間微小管は各中心体から発し、 分裂中の細胞の赤道面で結合する。これらは互いに押し合い、中心体をさらに引き離す動きを引き起こす。一方、正常体微小管は、各中心体から発し、細胞膜と結合する。これによって、各中心体は、細胞膜方向へ引っ張られる。これらの微小管による動きは、微小管の成長や短縮と、ダイニンやキネシンなどのモータータンパク質との、 組み合わせによって生み出される。後期は細胞周期の約1%の期間を占め、調節された中期から後期への移行機構によって開始される。中期はサイクリン B の分解によって終了し、APC の活性化によってサイクリン B にプロテアソームによる分解の標識となる指基ンが付加される。 M ムキサイクリンとセキュリンの分解が引き起こされて、セパラーゼが活性化され、染色分体をつなぎ止めているコヒーシンサブユニットがセパラーゼによって切断される。ありがとうございます。